SNS を今まで以上に見るようになったことです。 X のアカウントを作らせていただいて、そこでファンの皆様がたくさん反応いただけるっていうのがすごく嬉しくて、それで何回も確認しちゃいます。私はアイドルの方を今まで見ていて、とても勇気や元気をいただいていたので、私も誰かにいつかは元気や勇気を与えられる存在になって、この子がいるから自分も頑張れるって思えるような存在になりたいなって思ったのがきっかけでオーディションを受けました。大森真帆さんが大好きです。大森真帆さんは歌やダンスだけでなくてトーク力がすごくある方だなと思っていて、私はあんまり人前に出ておしゃべりするっていうのがあんまり上手じゃないなって思っているので、大森さんがいるだけでその場が盛り上がるような、そんな先輩に憧れます。大森真帆さんです。お話がすごくお上手だからです。これやっとけばよかったなって後悔したことは何って聞きます。今何問目？36問目。好きな場所に瞬間移動することです。今よりもずっとずっと綺麗になっててほしいです。好きな香りはお花の香りです。アウトドア派、インドア派、アウトドア派です。お母さんからオーディションの結果を最初に伝えられたので家族です。これがないと生きていけないというものはアイスです。言われると嬉しい言葉は可愛いねです。